やはりやってきたようだな。自分の失われた記憶が気になるのか。昔どこかで会ったかしら。それにどうやら私と同じ力を使うようね。一体どちら様？同じ力だと？笑わせるな。長い眠りで錆びついてるやつが何を言う。あら、目が覚めてからもう20年も経ってるのよ。ウォーミングアップはとっくに終わって遊び相手を探してたところだわ。錆びてるかどうか試してみる。それはもうすでに試した。お前と会うのを楽しみにしていたが、目覚めてからの20年をただ無駄に過ごしてきたようだな。そうかもね。確かに物覚えは少し悪くなっちゃったわ。よかったらいろいろ教えてもらえないかしら。二つの観測者、世界の目、この世の全てを司る力。正統後継者ジャンヌよ。一族の長にふさわしい戦士か否か、その力を今こそ示すのだ。組手の兵団を選ぶがいい。ではあの日陰者をここへ。それだけはならぬ。あれは不浄の血を引く者。あのような者との交わりはアンブラの崇高なる教義への冒涜に他ならぬ。何、もう何度も手を交えている。何だと。さあこの正式な場で決闘。興味ないわ。ただし景品でももらえるなら話は別。そうね、ぬいぐるみがいいわ。
運命を信じるかい？僕らの出会いは運命だ。誰にも邪魔はできない。さようなら。この香りは司令の花か。こいつはフローラルブーケの名香だ。ローズマリーが織りなす甘い香り。その花言葉はご存知の通り、記憶、思い出だ。つまりお前には似合わないってことさ。なあ、ベヨネット！ふざけるんじゃねえ！あんたがここにいるってことは、エンツに仕掛けた盗聴器は一つだけじゃなかったのね。うわ、お利口になったじゃない、勇敢なチェシャ猫ちゃん。猫扱いするんじゃねえ。俺の名はルカだ。今度間違えたらただじゃおかねえからな。あっ！やろう。どこだ！あの日のことは忘れねえからな。この目に焼き付いてるんだ。お前の正体は分かってる。魔女だってバラしたら仲間はみんな大笑いしてたぜ。俺のことをな。だが俺は知っているんだ、真実をな。そう、この匂いだ。
親父がお前に殺されたあの日も辺り一面にこの忌々しい匂いが漂っていた。この町には何か、真実に迫る何かがな。一つだけ教えてあげるわ、チェシャ。俺の名前は、あんたの嗅覚いい線いってるけど、私の香水にローズマリーは使われてないわ。だってあれは魔除けの香りだもん。後ろぐらいことがあるやつほど逃げ足が早いもんだぜ。こんな風にな。だが俺から逃げられると思うなよ。
誰？ネズミさん、子供じゃない。こんなところで何やってるの？その服、この町の子じゃないわね。Thank you.